このハイラルタウンに敗れ4位に後退したディズニーキングダム。ホーム連戦の11節はヒーローシティと対戦。前節に引き続きビーストが不在のディズニーキングダム、今節はラルフを起用。一方、ジョータローを含め中盤に怪我人が続出しているヒーローシティ、サイドが本職のイレブンをボランチで起用します。最初のシュートはディズニーキングダム、クロスの跳ね返りを拾ったミッキー、ロクサスにつないで鋭いシュート。その後、膠着状態のまま迎えた31分、ルーズボールをロクサスがヘッド。しかし味方にうまくつながらず、相手に拾われるとスペースで受けたコナンが強烈な一撃でネットを揺らし、ヒーローシティが先制。もう今のコース打たれたらキーパーはしょうがないでしょうね。コナンは今季4ゴール目、この段階で轟と並びチームのトップスコアラーになります。を狙って振り抜いていった感じですよね。落ちて打ち込んでいったシュートに見えましたね。これは3試合連続で先制ゴールを許したディズニーキングダムは38分、ミッキーのスルーパスに抜け出したロクサス、エヴァンゲリオンジュニオールとの1対調整してクロス、合わせたのはウッディ。先ほどは自らのミスで失点に関与したロクサス、汚名返上のアシストから同点ゴールを演出。ウッディは今季5ゴール目、そのうちヘディングでのゴールが3つということで、サポーターの間ではウッディングという言葉が誕生しているそうです。シュートで見事なゴールだったと思いますよ。追いつかれたヒーローシティは前半終了間際、イレブンのボールキープから爆豪。するとアラジンのこのタックルがファールとみなされ、絶好の位置でフリーキックのチャンス。これを轟が見事に決めて、ヒーローシティが再び勝ち越し、ビッグサンダーマウンテンとシンデレラ城の目の前で2ゴールを許したディズニーキングダム、このまま前半を折り返します。前半終了間際、後半開始早々の47分、オーズから爆豪。するとまたホイッスル、今度はラルフのファウルとみなされ、ディズニーキングダムにとって不利な判定が続きます。キッカーは轟ショート、しかし今度は壁で跳ね返したディズニーキングダム、セカンドボールの攻撃も防ぎピンチを脱します。すると53分、ソラとスティッチの連携で左サイドから攻撃、このボールはクリアされますが直後のスローイン、中央へ折り返す、ゴール、これも防ぎきれなかった。どうしたんですかね。ヒーローシティにとっては2試合連続となるオウンゴール、痛恨の同点弾を献上。一方、思わぬ形で追いついたディズニーキングダム、サポーターは大喜び。同点になったわけですから、こちらとしてはラッキーですね。ここからは次の1点をめぐる攻防。72分、ミッキー、ウッディとつないでロクサスがミドル。ヒーローシティは相手のビルドアップを引っ掛け、途中出場のデンオウ、ゲームは終盤に突入、プレーが途切れず激しいトランジションの応酬が繰り広げられる中、ボールを回収したディズニーキングダムがカウンター。ロクサスの見事なワンタッチパスに抜け出したソラが決定機、これはわずかに右でした。しかしソラ、昨シーズンまで同僚だったベイマックスが気になったか、狙いすましたシュートはゴールの右にそれ、勝ち越しならず。両チームともなかなかこうゴールをこじ開けるのは難しい状況ですよね。点の取り合いとなった前半戦ラストゲーム、勝ち点1を分け合う結果となりました。